食いしん坊ともちんの動画をご覧くださりありがとうございます。グルメ、観光、旅を楽しむアラフォー夫婦の Vlog です。岡山旅行、かきおこを食べてお醤油屋さんに寄って、今日はここ天然温泉備前の湯スーパーホテル岡山駅東口に宿泊します。それではご覧ください。暗証番号でございます。このようなパネルがございますので、スタートの後にこちらの6桁の数字を入力してからお入りください。本日は部屋が6階でございます。正面玄関なんですが、深夜0時以降は防犯のため鍵をかけております。0時以降にお戻りの際には正面玄関でも同じ暗証番号を入力してお戻りください。続いて温泉でございます。当館お2階に桃太郎温泉お運び湯でご用意しております。お時間夜通し朝9時半までご利用いただけます。またご利用の際にはお部屋からタオル、バスタオルをお持ちくださいませ。女性温泉のみ別で鍵をかけておりますので、こちらの番号入力してからお入りください。ご朝食でございますが、あちらのラウンジで朝6時50分から9時までご用意しております。8時以降大変混み合うこともございますので、お時間にゆとりを持ってお越しくださいませ。またご朝食の際滑りやすいので、パジャマ、スリッパのご着用はご入れいただいております。続いて同じくあちらのラウンジでですね、ウェルカムバーといたしまして、18時から21時までソフトドリンクやアルコールが無料で飲み放題でございます。お食事のお持ち込みであったりとか、ドリンクをお持ち上がりいただくこともできますので、ぜひご利用くださいませ。チェックアウトでございますが、特にお手続きはございませんので、フロントに立ち寄らずにご出発いただけます。10時までにご出発いただけますようお願いいたします。また通貨エコの観点からお部屋のアミニティ類がタオル類と歯ブラシなどでございます。必要なものがございましたら、本当にこのあちらからご都合よろしい時にいつでも大丈夫ですのでお取りください。こちら Wi-Fi などのご案内とアンケートでございます。よろしければお聞かせくださいませ。またね、お待たせ。なるほど。なかなかコンパクトでございます。あ、そうか、温泉があるからね。これあんま使わないもんね。一応ある。健康温水なんだって。お風呂行きのカバンがあるんやね。
朝食は6時半から8時半。あ、土日祝はちょっと遅いんだ。本当だね。早くないよ。体力上はもう朝6時半までやってます。はい。厳正だね。ここでも桃太郎祭りで。大浴場のこの混雑があるからいいね。ほんまや、空いてる空いてるよ、ね、こういうこだわり、ナチュラル、オーガニック、スマート、ナチュラルがいいですか。天然温泉、確か奥さん材の活用で木とか桶とか全部そうだよ。温泉もイオン水、下のとこ行ったらね、ここにあるよ、ここもイオン水。あ、そうだ、はい、天井が軽装だな。朝食で値段の割に考えたら安いね。ペーパーレスやったね。うん、ペーパーレス、クイーン、ゲーム、チェックアウト、カーボンボスセット。素晴らしい。朝食の混雑状況も見れるんや。これ。左。ね。すごいね。いいね。そんなの方いいね。ミュージックになるから。ありがとうございます。これです。でも USB ちゃんとさせるようになってるのすごいね。起動させるの。うん。お外の景色は。ビルビュね、ズボンプレッサーもいたらビジネスマンにラッキーって感じやね。洗えば4人やった。4人。6個。6個。まあ、そうね。やっぱ女の人の方が少ないね。でも、お風呂めっちゃ狭かったね。
ツープッシュ。ツープッシュ。ツープッシュ。で、柚子はツープッシュ。これはい、ツープッシュ。はい。ブルーを。ブルー。ブルーか。はい。これ1。はい、出ました。健康イオン性の炭酸水。炭酸水あっち。めっちゃおしゃれなのできた。ノンアルコールやる？ノンアルコール。面白いね、ああいうのがいいね。まあアルコールも悪いからさ、氷を一杯と味がせえへん、混ぜなくなっちゃう。せえ半分ぐらいで入ってたから半分やな。グルメ、観光、旅を楽しむアラフォー夫婦の Vlog です。食いしん坊夫婦がいろいろなところの美味しいものを探していきます。よかったらチャンネル登録をして応援よろしくお願いします。